皆さんこんばんは、村上隆です。本日6月17日、第3話の放映でございまして、一部の方はご存知かと思いますけれども、本来は4月29日に放送する分でございました。なのでですね、ここから展開する、ドキュメンタリーに関しては、4月29日に放映するもんだとばかり、全員信じて疑わず、お話ししていることなので、まあ、ちょっと、お詫びは最後の方にしまして、そういったエクスキューズを持ちながら、ちょっと見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、どうぞ。シックスアートプリンセス、いよいよ3話に、突入いたしまして、ですね、なかなかですね、アニメの、僕も数十年ファンをやってましたけど、やっぱり絵のところしか見なくなっちゃうんですよね。しかし、絵ではなくて、その、進行であるとか、演出もですね、例えば CG であるとか、作画であるとか、まあその、多岐にわたりすぎて、正直、本当専門的な、業界にいないと、何が何やらわかんない状況でした。まあ、皆さんが、目で見えてる作画そのものというよりは、その作画陣をどのように、まあ動かしていく、もしくはそのセッティングしていくかっていう進行さん、あとその演出、もしくは作画監督を、これまたうちのポンコタンにアテンドしてくださるような方、まあ、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう、非常に、人間的な、作業空間なんですよね。だからその人間と人間がやっぱりこう、すごくこう密接に関わる、その、ショックアブソーバーっていうかな、コミュニケーターっていうのかな、マネージメントっていうんでしょうかね。業界の人からすれば、そんなこと分かってるよっていうことの連続かもしれませんけど、ちょっとインタビュー展開してみようと思いますので、見てみてください。こんばんは。アニメシックスアートプリンセスのプロデューサー中園大河です。本日は不詳私がドキュメンタリーの一部ナレーションを行わせていただきます。お聞き苦しいかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。シックスアートプリンセスは本日第3話の放送を終えることができました。各話タイトロープを何ヶ月も渡り歩くような緊張感で毎日を過ごしていますが、今回もいろいろと厳しかったです。アニメの制作という未知の世界、プロデューサーという肩書きで働いてはいるものの、今でもわからないことだらけです。私中園大河は現場に来る前は実写映画の助監督をやっていました。フィルムを作るという一見同じゴールに向かうような制作現場と思いきや、全く勝手が違い、大いに戸惑いました。アニメーション制作進行の塩原忠さん、田村龍馬さんのお二人、彼らはアニメ制作の手だれのプロ。その経験と技を持って、シックスアートプリンセスの3話以降の制作が進行しています。今からちょっと進行の塩原さん、田村さん、そしてプロデューサーの、中園さん、三者で定談を行うということで、まあ言ってみれば私、欠席裁判に近いんじゃないかなと思いまして、今から見て、まあそのコメントをしてみようかなと思いますので。3話。今ですね、今4月の今日は20日で、もうすぐオンエアまで、まああと1週間のショックなんですけど、まあとはいえ村上さんが、もうすぐちょっと渡航で日本に戻れるので、まあ、実質、何ですかね、仕上げないといけないのが残り4日っていう、そういう状況です、今。さあ、で、3話の方は、まあ、塩原さんの方で、進めてもらってて、その次の4話は田村さんの方でやってもらってるという状況で、で、まあ、今現状の、まあ、状況でいくと結構渋い感じですよね。無理っすね。そこに4日と4日じゃ無理ですね、正直な話。
どれぐらいかかります？でも。だ本来だったら、あと1周あれば、まあそこそこいい剥がれになったと思います。うん、ただ放送日がそこで間に合わすってなると、やっぱりちょっと、飛ばすところは飛ばして作らないとまずくなっちゃうんで、間に合わすっていうんであればもうそれでいくしかないっていう作り方をするしかないですね、うん、現状でもあれですけどね、動画も7000枚オーバーっていう、そうっすね、きついっすね正直きついっすね、7000枚、まあでも今回あれじゃないですか、なんか止めるとこは止めて、そんなことなってません、うん、それだったらもう7000枚切ってると思うんで、うん、そうなってないんで、あ、結構動き回ってます、動き回ってますね、コンテナの段階で、ね、一回手入れたんですけどね、うん、それでもやっぱそうなっちゃうんです、うん、そうなりますね。ノーマンの方は逆にはどんな感じですか？まあ、だいぶ順調ではありますけど、うん、枚数はやっぱりちょっと7000いかないかなと思ってたんですけど、ちょっと8000くらいいきそうだなっていう。なるほど。返信バンクがあるからでしょ？いや、そうです、返信バンク、うん、3人分いるんで。そうだよね。そことあと、最後のアクションシーンは結構ゴリゴリ動かしてくれてるんで、まあ、地味に枚数かかるやつって感じです。それ以外は学校走り回ってるっていう。今上がってるやつがやばかったらやばいっす、うん、正直言うと。今上がってるやつまともじゃないとまずいんですよ、うんうん、結局ケツに巻くやつですよね。こっからの上がりですよね。こっからの上がりがね、うん、1週間、あと1週間あるあるがあるんで、うん、そう、あと1週間あるあるはありますよ、よく。どういうことですか？あと1週間あればもっと嫌がりになるのに。そう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 、まで、うん、正直言うとやっぱ今までいた業界っていうのは商業アニメなんですけど、うん、ちょっと違いますよね、ここは、うん、同人アニメみたいな感じがすっごいしますよね。出ました、塩原さんの同人アニメ、コメント。まあ、ここがですね、結構このインタビューというか座談会の肝かなと僕思いまして、まさに、今シックスアートプリンセスっていうのは同人アニメーションを作ってると思うんですよね。同人誌業界で活動していた芽生え君と出会って、で彼とスタジオを素人見よう見まねで CG アニメーションスタジオを作って、で、とにかく劇場アニメじゃなくてテレビアニメを作るのだっていうことで、それがまあ崩壊して、でそれからまあもうちょっと短編でまずアニメーションを作るテニオファを学習しようっていうふうになって、それで今はあのテレビアニメの、制作の経験者たちに来ていただいて、作り始めてるんですけど、まあ、言うてもそのゴールがですね、やっぱりそのテレビの定期的な放送、1週間に1本そのまあ例えばスポンサーがいて、テレビ局がいて、代理店がいて、音楽会社があってっていうような、そういう流れではなくて、僕クリエイターの村上がまあいろいろそういうものを集めてきて、納得いくまでいろいろあれやこれやとやってる。例えばそのルールにしても、まあ例えばそうですね、歌とかそういうものにしても、まあ本当だったら全部そういうものがふわっとできてて、用意どんしなきゃいけないのに、全くできてもいないのに、もうその行き当たりばったりで毎回毎回作っていくとか、まあ、そういうものがやっぱり無計画すぎて、やっぱり制作の現場にストレスをかけているのはもう全然、理解しております。ですけれども、まあ、僕的にはこれ出来上がった暁にやっぱり違った風景を見せれるんじゃないかなっていう、まあ、かすかなこう希望もあるんですよね。あの正直やっぱ村上さんにあのここまでは行っても直せますとかあるじゃないですか、うん、でもこっから先はもう言われても無理だよってやっぱあるんで、うん、でもまだそれ食らってないですよね、うん、まだそこまで食らってはいないんでいいんですけど、一昨年に比べたら全然これだと思いますよ、うん、根底もね相当ねバージョン重ねていったんで、うんうん、アニメーターさんとかのその上がり具合というか、まあ、それはあんま変わんない感じですか？変わんないんですけど、シリーズテレビシリーズやってる方が早いです、うん、やっぱり放送日決まってすることなんで、うん、細部が決まったらどうしても後回しになっちゃうんで、うん、でそれをやっぱ上げさせる方法論ってないですね、うん、その人に意思がないと、うん、やっぱりそこがきついですよね、うん、終わらせるっていう意思がないと、もっとやっぱりあの決め込んでいくっていうか、もちろん、うん、いやそうしていかないとアニメは作れないですもん、うん、でも作品によってはシナリオが遅れるっていう作品をあるとは思うんですけどね、うん、監督からコンテが出ないとか
めっちゃありましたね。監督さんがやっぱり万能選手なんだなっていうのをすごく感じました。自分はまあアニメがなかなかうまくできなくて、で、まあじゃあ、まあフィルム、同じフィルム制作ということで、自主をやってみようと思って自主をやり始めたんですよね。だけどその撮影はですね、脚本があって、そのやっぱりプロデューサーがいて、キャスティングがあってとか、まあ要するに、映画を制作する、まあ、インダストリーというか、まあ、そういう座組みをすると、まあ、どんどん動いていかなきゃいけないので、できてしまうんですよ。要するに撮れちゃうから。だけど、アニメーションは撮れちゃわなくて、一枚一枚描かなきゃいけないので、24コマ、1秒24コマ全部描かなきゃいけないという意味で、まあ、全然実写の撮り方と違うんだなっていうことが、まあ、アニメを作って挫折し、実写を作って、理解し、実写の中の CG を作り始めてまた挫折し、そしてまた手書きアニメも始めてるという。そうは言っても、まあ、要するに出資と、あとやっぱりプロ全体の、スタジオのプロデュースとか、あと、その、まあ、最終的なチェックと、まあ、脚本開発とか、そういうものを全部に渡ってるんで、まあ、ギリギリ監督って言わせていただいてもいいんじゃないかなと思いつつ、しかし、やっぱり本当の監督さんという、まあ、僕、嘘者の監督だと思ってますけどね。本当の監督さんはやっぱりその現場の裁きができる方っていうのは、もうすごく、理解しております。制作よりも、メインのそのアニメーターさんが一番大変だと思います、今。基本制作進行なんか一本終われば少し休めるんで、うん、でも状況悪いとその人たちは毎週毎週ね、ワンコそばです。ワンコそば状態でやんなきゃいけないんです。それじゃ終わらないんですよ。うん、まあ、今でも現場的に言うとその辺はちょっとなんだろうな、僕ともう一人その実写の経験者がいて、うちはかつ実写の僕ら演出部っていう、立場でやってるんで、比較すると、やっぱりアニメの制作さんと演出を兼ねてるような感じなんですよ。段取り事もやるし、自分たちでその絵作りのための情報発信もしていくしっていうところで、そこがこうアニメだと分かれてるところだと思うんですけど、でその辺でやっぱりなんだろうな、そのまあ現状だったりとか、まあ、要はその決め込んでいくところのタイミングでいろいろやり取りするっていうのはある程度僕らの方が得意だったりするので、アニメを作るときは監督から降りてくるんですよ、色とかもそういうのを、うん、でもそれをプレゼンしなきゃいけない、プレゼンはやらないってことですか？やらないです。だから監督が言って、監督の沿った色味とかそういうのがあるじゃないですか、はいはい、風にしていくだけなんで、うん、すいません塩原さん、本当にその通りですよね。まあでも僕のその作画の現場もですね、まあこれ言い訳に聞こえるかもしれないですけど、まあ僕、これ本当自分の、なんていうんですかね、クリエイターとしての寿命の長さのレシピの一つだと思うんですけど、共同していく作業をする人、それが例えば、大学出たての素人に近い人間であっても、やっぱりその彼ら、彼女らが持っている、まあエッセンスっていうものを引っ張り出すことによって、特に若い子たちであれば、その今の若い子たちのフィーリングっていうのを引っ張り出すことによって、やっぱりこう、現在ただいまに息ができるっていうことなんですよね。まあ一緒に作業している人間たちのエッセンスも盛り込む。まあその要するにハイブリッドですよね。なので、塩川さんがまあ問題視しておられるそのプレゼンに関しては、まあ問題視されていて、まあ僕もそのフレッシュな感覚が、まあ自信を持っていればいいんですけど、ないので、今後もちょっと続いてしまうと思うんで、それは申し訳ないなと思いつつ、はい。まあ経験値とかね、その、逆にちょっと僕はでも分かる部分は結構多いんですよ。うん、で、根底から、要は仕上がりの絵が想像できないので、やっぱり、どういう業界で、今、その1、2、3話って見てきて、やっぱり根底からだいぶこう、なんかレイアウトとかね、もう変わってくるじゃないですか。それを先に根底の段階で、あ、こういう上がりになるなっていう想像は、できないので、動画とかまで行った後に直したいってなってくるのが、やっぱ時間とのやっぱあれになってきちゃうんで、しかもなんかアニメってなんか時間粘った分だけ良くなるっていうよりか、ないなりの作り方しかできなくなっちゃうんで。昔ね、なんか1話の時にやっぱそれは演出さんに言われたんですよね。リテイクを重ねれば重ねるほどアニメーターの線が死んでいくんで、クオリティは落ちるよっていうのを食い刺されることでは、その彼ら進行さんの現場を見ていただきましょう。
完成直前の塩原さんの現場に同行させていただきました。じゃあ、すいません、お願いします。アニメーターからの原画回収、自分で段取りをして巻いた原画の回収では締め切りギリギリまでこうして毎晩走り回ります。この時点で番組納品の締め切りまであと3日です。何としても V 編に絵を間に合わせなければいけない、その責任、プレッシャーは常に彼らに大きくのしかかっています。助監督の島崎奈々子さん。島崎さんは今日放送した3話では絵コンテの修正、演出法的なお仕事を担当しています。他のアニメの現場ともちょっと違うかもしれないです。普通はもうちょっと監督に、アニメーション監督に権限があって、でアニメーション監督は総監督とか原作者さんとかと、まあ、あの1対1でやり合うみたいな、そことの戦いみたいな感じになるんですけども、こちらではとりあえずまずみんなで、ムービーをデータを作りましょうと、でそれを、村上さんにジャッジしていただいて、そのなんか、リクエストがあった場合にはもちろん修正するけど、その前の段階っていうのは割と自由に作れるというところで、ちょっと逆にやりにくいと思う人もいっぱいいると思うんですけれども、アニメの業界ってなんか変な業界で、バブルの時にものすごく裕福になったかというとそんなことは全然ないんですけども、ただバブルが弾けた後にものすごい大変だ大変だって言ってた時にそんなに大変じゃなかったんですね。で結構仕事あったところが、リーマンショックの時にはさすがにドカーンとなくなって、でいきなりもうなんか演出さんたちが仕事を探して、仕事をやりますみたいな、ないですかみたいな時があったんですけども、そのなんか波が、他の業界とは若干ずれてるっていうのはあって、何年かに一度なんかこうドーンと減る時が必ずあるので、今ものすごく去年あたりから、一昨年はそんなに多くなかったんですね。ところが去年いきなり増えて、で今年もめちゃめちゃ多くて、で史上最高の作品数とか、これ島崎さんがですね、やっぱ今 その塩原さんやら田村さんを、まあ、ポンコタンに連れてきていただいた、まあ、本当の立役者なんですけど、なんつうのかな、まあ、島崎さん、僕あれですけど、僕ちょっとこうお人柄って言いますかね、ものづくりをしていくお人柄として非常に海鮮山線で、なかなかこう信頼できるなというか、とってもこう最近はもういろいろこう本当に耳を傾けれる、今も本当に短い時間なのにすごい感触のあるお話でしたね。島崎さんのにやっぱりこういろいろ絵コンテとかを直していただいて、まあ要するに 6HP の絵コンテの作り方っていうそのものが非常に不思議だったので、まあ、シナリオが素人が作った、でその素人が作ったシナリオだとト書きも少ないんで、まあ、絵コンテを描いてる方がそういうのを想像しながらやんなきゃいけないけど、まあ、言ってみればやってられるか的な、まあ、設定も何もできてないのにこんなの描けるか的なところも、なんとかそれを飲み込んでもらって描いてもらった。だからそれは要するに設定資料とかがないゆえに、ついつまが合わないところがいっぱいあると。それが後付けで設定資料が出てきたところでついつまを合わせなきゃいけないっていうこともあり、加えてそういうついつまだけ合わせるとアニメ的に面白くなくなるんで、その辺のこう調整を、まあ島崎さんもしくはその演出の方々に今やってもらって、絵コンテなどをまあ随分書き直していただいたりしておりますね。ハイブリッドアニメーションであるシクサートプリンセスでは CG パートのスーパーバイザーとして元永啓太郎さんが一役を担ってくれています。まず最初のそのこのシクサートの最大限の武器となる CG 部門の底上げ、クオリティを上げるという部分だと思います。他のアニメ会社とちょっと違う形のものですよね。まあ、CG、VFX が全て揃ってるんですね。
実は社内でそのハイブリッド、こんなに作画、手書きの部分と 3D の部分とが密接に、接触できるところでそうそうないと思ってるんですね。で逆に言うとその作画に合わせての部分、まあ、CG 部分が合わせていくこともできるし、逆に 3D が動くからこういうふうにしてほしいって作画の方にもお願いができると。はい、元永啓太郎さんですね。僕はもう本当びっくりしました、この彼が来た時には。なぜかというとですね、ヨルムンガンドの監督さんなんですよね。僕はヨルムンガンドのアニメ、最近のテレビアニメで最も大好きな作品なんですよね。なんていうのかな、まあもちろん原作があって原作の趣旨に合わせて作品が作られているといえばそれまでなのかもしれないですけど、僕の考えているこう国家であるとか、あと権力、金とかそういうものへのこうアプローチっていうのが漫画に比べるとやっぱりすごい分かりやすく語られているし、アクションシーンも、まあ、見たいところを見せてくれてるし、まあ、そういうことじゃないかな、音楽もすごい良かったし、まあ、とにかく大尊敬する方がこうやって CG 部の、まあ、コーチのような形、もしくは、まあ、作品全体を取りまとめる、まあ、島崎さんと本永さんの方でこう取りまとめてくださっているのが、まあ、本当に入ってきてですね、もうショックというか、まあ、嬉しい衝撃を受けておりますね。ぜひとも、今後も続けていっていただけると嬉しいなと思いつつ。2018年4月、日本のアニメ業界は過去最高の繁忙期を迎えているとの噂です。つまり、常に人材が足りない業界。それゆえに、実写映画ではあまり例がないくらい、若い人たちが責任あるポジションを任され、現場の最前線で活躍しています。経験が重視される実写畑上がりの自分にとっては、こうした状況は晴天の霹靂でした。やっぱりデジタルに変わったっていうのが大きい要因じゃないかと。少なくとも、アナログからデジタルに変わるときに、いろんなものを全部覚え直さないといけない状態になるので、そうすると、その今までアナログでやってた演出人たちは、一回その今までのものを全部使えなくなっちゃう。ところが新しく始めた人たちはもともとデジタルから始めてるので、そのなんていうか演出理論を覚えてそのデジタル化していくので、むしろ有利というか、その会社自体も若い会社が増えてくると、その昔のそのアナログしか知らない時代の人たちを使うよりは新しいデジタル化した演出陣を使った方が、まあ単純に使いやすいとか、まあなんか時代的な流れなんじゃないかなって思います。アニメーションプロデューサーの竹内博明さん、シックスアートプリンセスの原点である2010年のベルサイユ版を村上さんと共に立ち上げた竹内さんは、この番組の第2回放送時にもご出演をいただきました。いや、もうね、めちゃくちゃ大変でした。多分私のプロデュース障害作品のベスト1か2ぐらい大変なプロジェクトでした。その収録時からいろいろお話をしているうちに、別プロジェクトも立ち上がり、行き来をしている中で、4月29日の放映ができなかったという事件があり、一度制作体制そのものを見てもらえないかという経緯で関わっていただくようになっています。まあ、シックスアウトプリンセスは2010年のベルサイユ版からお手伝いしました。まあ、ベルサイユの時代っていうのはまだその日本のアニメーションっていうのがアニメの作品としてこう見られていたんですけれども、今それから8年ぐらい経ちまして、やっぱりソーシャルネットワークとかネットの時代ですんで、単純に作品作るってことだけじゃなくて、やっぱ作品がどうやって生まれるかっていうですね、その過程も含めて一つのまあ物語になってくるかなと思いますんで、アニメーションというのはまあ皆さんご存知の通り、ものすごくたくさんの人たちが長期間関わるプロジェクトです。で、私もまあ今回のテレビシリーズのシックスアウトプリンセスですね、現場どういう状況かっていうのはまだ全く把握してませんので、むしろ私もどんなお手伝いできるのかっていうのはちょっとわかりませんが、まあ、シックスアートプリンセスはそういう意味合いだと壮大な物語になるんじゃないかなというふうに思ってます。イベント制作の皆さん、視聴者の皆さん、どうもすみませんでした。
ちょっと帽子かぶりますね。髪を切りたいね。ということでですね、無事3話、まあ、時間2ヶ月ほどいただきましたので、随分とクオリティもアップしたかと思います。4月29日の時点でも、原動画はそこそこ上がっておりましたが、創作監督の芽生え君、あと美術の皆さんに頑張ってもらって、本日放映した分に関してはかなり、直しが入っております。なんでその納期が守れなかったかといいますと、まあ、我々執行部のなんていうんですかね、テレビ番組を放映するということに対するまあ、そういうことに対しての侮りといいますかね、申し訳なかったです、 MX の皆さん。これを機にですね、反省いたしまして、まあ、とにかく約束した期日には必ず守れるようにしたいと思いますっていうのも、まあ、毎週毎週やってるわけでもないし、毎日放映してるわけでもなく、自分たちができるといった時に MX さんに番組枠を開けていただいてやってるので、それが守れないっていうのは、まあ、本当にもうちょっと意味がわからないんですけども、まあ、いろいろとこう、まあ、なんていうんですかね、やっぱり僕自身がアニメーション制作もしくは映像制作というのは慣れてなくて、こういう惨劇になったかと思います。申し訳ないです。さてですね、3話そして今度4話は高村優太さんという演出の方が入ってきて、随分と毛色が変わります。今ちょっと高村さんと高村さん好きの制作進行の田村龍馬さん、お二人にちょっとインタビューを取りましたんで、まあ、ちょっと4話の時にメイキングで、彼らにへばりついてやっていこうと思うんですけども、とりあえずちょこっと彼らの声を聞いてください。この感じでちょっとね、どんな感じになるんだって思うかもしれないですけど、まあでも本当にまあ若いね、そういう才能だったりとか、まあいろんなこう、まあアイデアが、まあ入って、まあよりね、ちょっと尖った作品に、まあできたらなと。結構なんだろうな、独特の、普通のアニメ界の中ではやんないようなリズム感の作品だったんで、で、そこをちょっとまあ、なんていうかな、もう少しアニメ論法に寄せて、こう、スッと入ってくるような、まあテンポ感を、まあ一番、まず最初にその大事にして、今回は、作りまして。で、まあ、その上で、まあ、村上隆の作品で何ができるか、撮影的に、アプローチとして、まあ、ちょっと、通常のテレビアニメでは、まあ、あまり見られないような、まあ、処理をちょっと心がけてみたりとか、あと、まあ、他にも一応チャレンジカットとして、一応その村上さんの作品ですね、絵画作品の方から、まあ、色味をちょっとこう、まあ、インスパイアして、そういうちょっと特殊なカットを、まあ、一つちょっとチャレンジしてみようっていうふうに、今ちょっと、取り組んでますね。まあ、僕らも含めて、まあ、新しいスタッフもどんどん入ってきたりして、まあ、ちょっと盛り上がってきてると思うんで、で、またそのアニメ作品としても、まあ、アニメスタッフ自体が、まあ、増えてきて、まあ、より、なんだろうな、精度の高いアニメーションになっていってると思うんで、まあ、どんどん成長していってる作品というか、まあ、4話でもまた一つ、まあ、ステップ上がったと思うんで、まあ、それを、まあ、その結果を、まあ、映像で見ていただければと思います。ということで、4話の放映は、本当だったらですね、7月にしようかと思ったんですが、こういった感じで現場がドタバタしているので、もちろん年内には放映しますし、年内には5話までなんとか放映しようと思ってますので、そんなに遠い未来じゃないと思いますが、とにかく今後は気を引き締めて、やっていきたいと思いますので、皆さんどうぞご期待ください。ということで、第3話、シックスアートプリンセス、お送りいたしました。また感想など、ツイッターでも何でも書いていただけると嬉しいと思います。それでは、ありがとうございました。村上隆でした。現在中野ブロードウェイ2階のアニマンガジンガロではシックスアートプリンセス展ボリューム2第2話放映時の原画や設定などを展示しています。また創作画監督の芽生え世界観設定の JNT ヘッドの設定資料集なども販売しています。ぜひ皆様ご来場ください。